C32 は、ザウバーが2013年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカー。C32 の大きな特徴は、横幅の狭いサイドポンツーンである。デザイナーのマット・モリスは、2011年、モナコ GP 予選で、セルジオ・ペレスが横向きで、バリアに激突した際、潰れたサイドポンツーンを見たことが、ヒントになったと述べ、大胆なデザインだが、 我々はかなり自信を持っていると語っている。内部には、ラジエーターなどがタイトに収納されているが、テスト段階では冷却機能に、支障はないという。ノーズの段差部分に関しては、ショルダー部分を前後滑らかにつなげ、中央部分に段差を残す処理とした。また、C31 と同様に、ノーズコーンとモノコックの境目にスリットを設けている。 ノーズ下から吸い込んだ気流をこのスリットから放出することで、ノーズ上下面の気流を改善しているとみられる。車体後部の排気系レイアウトは、ザウバーオリジナルの傾斜系を廃止して、マクラーレンタイプのバルジ型に変更した。カラーリングは前年までの配色から白い部分を減らし、グレーンを基調とするデザインへ一新された。ソース。ありがとうございます。